能代市の、定期健康診断ですね。定期検診。河野デジタル大臣。保険証をお願いしますって言われたんで、はい、わかりましたってんで、マイナ保険証ですね。マイナカード出しました。マイナカード。そしたらですね、あ、これダメなんですよ。古いの、紙のありますかって言われて、でふっと横見たらですね、こうポスター貼ってあって、マイナ保険証を勧める保険ポスターがあるわけ。この市長の手紙ですね。前回体育館に紙貼ってる話をしました。こちらは市長の手紙ということで、ちょっと分量が多かったので黒板で言うと2枚ですね。こちらの方に整理してありますので、こちらをぜひご覧ください。明日と明後日、レイドの高橋優さんの秋田キャラバンフェス、秋田キャラバンミュージックフェス、それが明日明後日あるんですね。二ツ井中央公園。今天気予報によりますと、この土日はですね、ちょっと秋田県はやばいと。今日の夕方ぐらいから雨なんですよ。二ツ井町は。でずっと雨マークなんですよね。しかも明日は寒いです。明日最高気温が予報ですけど15度か16度です。雨、それから低温、風、雷ということなんで。ちょっと皆さん参加される方はですね、その後風邪ひかないように、今インフルエンザ流行ってますから、ワイドショーのコメンテーター的なことを言いますと、これもなんか、二部な小学校の涙雨じゃないかとか、あとなんか一部怨念が入ったんじゃないかとかいうことを、後から言えるような、そんな感じ。こんにちは。能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は9月の20日金曜日です。今日は朝からドジャースの大谷選手の映像をずっと見てました。たまたまの朝早い時間につけたら、50盗塁51盗塁達成と出てまして、すごいなと思って、チャンネルをそれまで見ていたニュース番組から切り替えまして、BS の NHK にしまして見てましたら、そこからまたなんかね、ホームラン打っちゃって、49号打って、おお、すごいなと思ったら、続けて、3連発ですね。1日3ホームランと。最後は向こうもゲームがもう終わってて、もうピッチャーじゃない人が投げてましたけど、それも打っちゃって、なんかああいう遅いボールって打ちにくいっていう説もあるんですけど、結構しっかり飛ばしましてですね、長打まで行ってましたね。なんと今日は6打数6安打、それで3ホームランで盗塁2つ打点10とかいう、わけのわかんない記録でした。なんかまるで漫画だなと思って見てましたね。過去にも何回かもよくね、最後、満塁ホームランとか漫画の台本で書いたら、却下されそうなシナリオだねって言われたやつがですね、今日も当たりまして、まさかこの一気にですね、50-50 の壁、何となくふっと飛び越えまして、いきなり終わってみたら 51-51 と言うんで、ちょっとびっくりしましたね。なんか皆さん日本人なんで英語慣れてないので、ある番組のキャスターなんかは 55-55 なんて言ってましたね。なんか後で訂正されてましたけど、予言だったりしたらすごいなと思って見てました。そんなとんでもない朝でした。それで能代の方は天気ですけど、今実はもうちょっとまだ今日も午前中からいろいろやってまして、今3時です。午後3時で、今は曇りです。ちょっと遠くにこう明かりが見えるぐらいの曇りです。基本的に曇り、雨雲です。で、明け方はちょっと晴れてたんですね。青空見えてました。そしたら11時ぐらいからわーっと雨が降ってきまして、今上がったという感じです。そんな感じですね。で、なんか朝から県南の方では今日は大雨が降ってまして、秋田空港なんかすごいことになってましたけど、こちらの方は相変わらずあまり大きな被害もなく、しとしと降ってましたけども、そんな大騒ぎするほどの雨じゃないという、そんな感じの城です。以前も何回か言ってますけども、能代の方として今移住定住推進するんであれば、多分最大の、売り項目は多分天気ですね。穏やかな天気と、
夏もそんな暑くなく、そんな災害も少なく、まあ温暖化の影響で、冬もなんか雪が、積雪が少なく、そんな感じなんで、ぜひ東京が暑いな暑いなと、今日もなんかもう体温を超えてるらしいですけど、そういう方はですね、ぜひ今のうちに、移住定住推進ということを考えてみたらどうでしょうか。幸い、食料もありますしですね、最近自民党の総裁選でいろいろと国防の問題で、食料の問題ですね、食料面の国防ということも出てますけど、幸いこちらの方では食べ物もありますし、風力発電がいろいろ広がってくればエネルギーもなんとかなるだろうし、天候も落ち着いてるし、で小中までの教育は結構レベル高し、ただ高校以降は最近ちょっと低下傾向でやばいと。これは例の学校の統合問題ですね、高校の統合問題にも出てますけど、そっちはまたいろいろ政治の力、リーダーシップがいりますけど、当面今のところ小中まではいいので、どうでしょう、そんなことを考えている日であります。先に言っておきましょう。前回の配信でですね、二部名小学校に関しまして、いろんなメッセージが寄せられていると、体育館にもこう貼ってるという話をしました。でそれを紹介しました。で結構反響を聞くとですね、なんかその際私が言ったのかな、市長への手紙っていうのがあって、市長の手紙を書いている方、結構増えていると。なのでご本人の、この公開してもいいよという承認があればぜひお寄せくださいと、ここでも紹介しますという話をしましたら、結構来てます、来てます。なので今日はですね、ちょっと市長への手紙、前回は体育館にこう貼ってある紙の紹介をしたんですけど、今日はですね、市長の手紙を紹介したいと思います。斉藤市長です。最近は兵庫県の方の斉藤知事の方が有名ですけども、あちらの方は、議会の方と仲の悪い知事、仲の悪い首長ですね。ただ一方の城は保守系の議員さんががっつりいますんで、どうだろう、議会と仲の良い斉藤さんです。というわけで今日は市長への手紙というのを紹介してみたいと思います。とその前にですね、いくつか気になったことがあります。実はですね、昨日ですね、能代市の定期健康診断ですね、定期健診、1年に1回ぐらいこう回ってくるやつ、あれ行ってきました。昨日は能代山本医師会病院の横にある保健センターっていうのかな、あそこへ行って、健診してきました。幸い昨日は空いてましたんで、どうだろう、8時ぐらいに着いて朝、9時半にはもう出てきましたんで、とても早く終わりました。そこで面白かったことが1個ありますんで、これはぜひ言いたかったんですけど、今のちょうど、自民党総裁選で、例の河野デジタル大臣、相変わらずこのマイナンバーカードの話をしてます。マイナ保険証とかやってます。で、昨日行きました。検診ね。で、保険証を持っていくんですよ。保険証と受診票ってのがあって、これで受けるんですけども、で、受診票を出して、保険証をお願いしますって言われたんで、はい、わかりましたってんで、マイナ保険証ですね。マイナカードを出しました。マイナカード。そしたらですね、あ、これダメなんですよ。古いの、紙のありますかって言われて、ありますよって言って出しました。実はね、そういう状態を、予測していてですね、そんなになったらネタになるなと思って、わざとマイナ保険証を出したら案の定、対応してませんでですね、紙の保険証を出して、受診の手続きをしたと。でふっと横見たらですね、こうポスター貼ってあって、マイナ保険証を勧める保険ポスターがあるわけ、このなんとも微妙なこのちぐはぐ感がやっぱり日本の政治だなと思いましたね。あとそう、ついでにマイナ保険証を話しますと、確かのマイナンバー保険証というのは今年の12月2日でしたっけ、そこから現行の健康保険証は新規発行されません。なので、今更新になっている人は今後マイナ保険証に切り替えると言いながら相変わらず古い保険証を送ってくるという、そういう感じになっています。なので、今年の12月からですね、変わるわけですよ。今はもう9月ですよね。大丈夫なのかなと、ふと、そんな心配を持ちました。マイナ保険証。なので、本来そういった公の、健康診断とかの方が先にですね、こうピッとこう置くやつですね。
上に浮くやつ、あれを使ってやればいいのになと思いながら、チグハグ館、のその方もどう考えたのかな、秋田県なのかな、国なのかな、そんなことを考えようほど。で、実際私もいろいろと縁があって、秋田県内のある病院施設の、役員やらせてもらったんですけど、でよく役員会とかで問題だったのは、やっぱりマイナ保険証の導入当然してるわけですね、機械を置いて。やっぱりね、毎日1、2件は何かあるって言うんですよ、トラブルが。機械のトラブルとか読めないとかいうものもあるし、あとはやっぱり時間がかかると。慣れてないから。ピッと置いて、認証、顔認証とか、番号をどうしますかというのがまずわからないと。で、顔認証もなんか帽子かぶってるとわかんないとか、いろいろあって、困ると。確かに、後工程考えれば、紙よりはデジタル化の方がいいんでしょうけどね、過去の、履歴見えたりするから。ただとりあえず窓口ということでいくとですね、紙だとピッピッと一瞬で終わるのに、すごい時間かかると。現場は困ってるということで、そんな、それで運用の問題もあるけども、御所の場合は、健康手段に関しましては、そのメカ的に、そもそもハードウェアがないということが昨日分かりました。で、それ終わって帰ってきて、で、あれは東の署の駅の方にあるんで、保健センターは。で、ずっと市内に戻ってきまして、そしたらですね、アクロスってあるでしょ、アクロス。いわゆるその、野でいうと結構ショッピングセンターの走りですよね。で、あそこに、寄ってみようと。あまりあっち行かないので。で、ちょっと以前の配信でも紹介したようにですね、ホームセンターのハッピーが撤退したり、それからケンタッキーフライドチキンが9月末でクローズするとかいう話があったんで、これ一回見てみようかなと思って行きました。で、やっぱりね、大変ですよ。そのゲーム関係とかのゲオっていうとこですね。あれもなんか撤退してたというのを後から知りましてですね、あ、ゲオも減ってんのかというんで、見に行こうと思って、ちょっと行ってきましたら、こんな感じの絵でしたよ。マクロス全体ずっと見ると、こんな感じですけど、相変わらず糸から始まってこう舐めてみると、大体皆さんあれですよね、やっぱりお盆とかお正月に帰省されると、大体皆さんこう家族連れでですね、あと親子3世代でアクロスに行ってるじゃないですか、見てると。でこういっぱい買い物して、お孫さんがこれが欲しいって言うと、おじいちゃんおばあちゃんははいはいって買ってくれると。子供の頃にはですね、お父さんお母さんにこれ買ってって言うとダメって言われるんですけど、お孫さんが言うとですね、買っちゃうという、これは何とも素敵な絵なんですけど、見てますとホームセンターハッピーはもうしっかり今もう撤収が済んでまして、ほぼもう空という感じになってまして、これからはちょっと秋田の方に行くしかないのかな。もっとも米入りとかいろいろとあるから、大体は効くんでしょうけど。そしてケンタッキーフライドチキンの前を通ったら、ちゃんと確かに張り紙がしてありましてですね、ケンタッキーは9月末で終わるというんで、どうしようにはなくなると。で、その先をスーッと行きますと、ありました、ありました。ゲオがやっぱりしっかり、結構大きな建物だったんですね。改めてこう空になってみると。で、そこがですね、もう撤退ほとんど終わってますね。工事終わってましたね。撤収、中も空だし、看板もないし。で、ふっと横見たら、もう一軒空いてるところがあって、確かにこれは以前ソフトバンクがあったところですね。ワイモバイルとか看板出てましたけど、ワイモバイルとソフトバンクの関係はちょっとブランドは違うけど、根っこ一緒なんで、それもなくなってたというんで、今、広いアクロスがですね、結構、もともとユニクロなくなってびっくりして、それからホームセンターも初め、入れ替わったのかな、入れ替わって今ハッピーか、それも撤退と。で、ケンタッキーがなくなると。遠くの方でマックはまだ頑張ってると。それからこう横に振ると、ソフトバンクの電話があったところがなくなって、隣の大きい建物の、あれはゲオかなくなってというんで、どんどんどんこう撤退してます。本来中心市街地のお店がですね、アクロスの方に移転しちゃって、中心市街地の歯抜けになると大変だと言ってたんですけど、今度はさらにですね、そこから、もっと東へ行って、今イオンタウンの方にまた移ってると、だん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 東へ行ってるという感じです。ただ、そのイオンタウンもですね、結構テナント抜けてましてですね、歯抜けになってると。以前確か佐竹知事がですね、失敗例としてイオンタウンのことを挙げましたね、サッカー場の有事の問題で。
で、野手の4ターンもガラガラだみたいな話をしてまして、確かにそうなんですよ。なので、どんどんこう減っていくっていうことで、まあ、経済力がある意味街のエンジンだとしたらですね、どんどん弱ってるなと、誰のせいなのかなということを考えてます。まあ、思い返せば2022年の選挙で、市議会議員選挙、市長選挙で皆さん言ってました。いろいろと活性化とか、あと情報公開とか、どうなったかなというのを改めて考えた、そんな感じのアクロスの久しぶりの訪問でありました。それとですね、ちょっとまあ前がずっと伸びちゃいましたけど、この市長の手紙ですね。前回体育館に紙貼ってる話をしました。で、受けまして、市長への手紙が、もし市長に手紙を出された方がいれば、公開 OK なら、その旨添えて連絡くださいと言ったら、いろいろ来ました。今日そこから、今日は1、2、3人分ですね、3名分を紹介したと思います。前回体育館に貼られたメッセージのペーパーですね、あれ同様、今回もこの市長宛ての手紙の内容、皆さんの方に読んでいただこうかなと思ってますので、ぜひご覧ください。最初はですね、兵庫県在住の坂本さんからのものです。こちらは市長への手紙ということで、ちょっと分量が多かったので、黒板で言うと2枚ですね。こちらの方に整理してありますので、こちらをぜひご覧ください。坂本さんです。で、その後は2人目、こちらもまた兵庫県ですね、話題の兵庫県在住の田辺さん、こちらも能代市長の方にメッセージをされております。これもご本人の承認があったので、今回ここで承諾済みだったので、そのままご紹介します。この市長さんの方にメッセージが、黒板で言うと1枚、それから追記でいろいろと関連情報が書かれてますので、それも合わせてご案内します。黒板で言うと2枚です。その後ですね、能代市長の方から田辺さんの方に回答がありましたというんで、市長から田辺さんへの回答文とものをご紹介します。これが1枚あります。そしてその回答がですね、例によりまして、とてもこう、なんか木で穴を掘ったようなやつです。まあ、例えば田辺様、令和6年8月14日付でいただいた旧二部小学校校舎維持保存の願いについて、以下の通り回答いたします。旧二部小学校校舎および体育館については、みたいな感じで、結構いつもの感じで、こう無表情な感じですね。ずっと書いてまして、旧二部小学校校舎を維持保存する考えはありませんので、ご理解くださいませをお願いいたします。なお、みたいな感じで、あっさり終わってますんで、これもちょっとご覧ください。なので、田辺さんに関しましては、もう一回言いますと、市長へのメッセージが、もう本文1枚、それから関連する情報で1枚で、2枚で、手紙です。そして市長からの回答が1枚来てます。で、それを受けまして、この田辺さんの方では、ちょっとまあ納得できないっていうんで、これをですね、今度はこの回答を受けまして、前能代市議の方にも手紙を出してます。これが前の昇進に送った手紙でして、斉藤市長からの回答は、回答になってないというんで、ずっと書いてまして、あと議員さんの判断、それを教えてほしいというんで、議員一人一人のコメントを求めるというものであります。なので、この合計1、2、3、4枚ありますね。これが、兵庫県のですね、田辺さんからの問題です。で、3人目、これは平田さんっていう方ですね。こちらも承諾があったんでご紹介します。これも旧二部小学校の校舎を壊さないでっていうんでありますので、こちらの方はですね、編集者ですね、雑誌の経験に基づいて書かれてます。なので、こちらも紹介します。なので、もう一回言いますと、今回は3名の方の市長に手紙を紹介します。最初は兵庫県在住の坂本さん、これは市長に送った手紙を黒板2枚で紹介します。それから次は兵庫県在住の田辺さん、こちらは市長に手紙本文1枚と関連情報1枚、対する市長からの返事、なので3枚、さらにそれを受けまして市議会議員に送った手紙があるんで4枚と、田辺さんは4枚です。それから最後に平田さん、こちらの方からも1枚と、
言うんで、こちらの方をこの後ご案内しますので、ぜひこの最後にちょっとつけときますんで、ご覧ください。ちなみにですね、市長に手紙っていうのは誰でも出せます。市役所のホームページ、ウェブサイトを見ますと出てます。例えばこんな感じですね。2つあります。その手で書いてとか、紙ベースで送るやつですね。それが1つ。あとは E メールです。で、これが普通に書く方ですね。こういうページがありますので、住所は市役所なんで、そこで手紙を出していただければ、この市長への手紙を出せるというになります。そして E メールで出したい人はですね、市長への E メールというページがあってですね、こちらもずっと書いてます。こうありますね。メールアドレスもありますので、これを使って送ってください。で、多分最近増えてるのかな。で、まさか市長が自分で書いてると思わないので、どんどん増えると、また市長さんの周りの、セクションですね、秘書係かな、大変だなと思いながら、多分大変だろうなと返事するのと、多分自分で読んで原案書いて、上長に見せてですね、で、市長に持ってっていいですかっていうのは、多分延々とやるんでしょう。で、大変だなと思いながら、しょうがないなという感じなんで、本当に皆さん、ぜひこういうことがあるのでですね、やってください。で、過去の、E メールで寄せられた、この市長への手紙の過去の記録もこう出てます、ホームページ見たら。市長への手紙っていうのが、令和5年とか4年とか書いてますんで、だ少ないので、多分選んでるんでしょうね。ちょっとこう、言葉悪いけど、都合のいいやつだけ選んでるんだろうなと、しょうがないと思います。で、今回の2番の件で一気に、令和6年は、半分ぐらいが2分の3になっちゃうのか、あるいはカットするのかと、その辺ちょっと様子を見てみましょうよ。そんな感じです。あとですね、たまたま発見したのは、この市長へのメールの近く見てましたら、こんなありました。市民の皆さんとミーティングの申し込みってあるんですよね。なんか市民の皆さんとミーティングができるそうですよ、市長は。申し込みは団体グループ単位でお願いしますと。で、申し込み書に記入して、送信してくださいと。なので、もしかしたらですね、今回のなかなかその皆さんの専門家の方が、市長さんにアポを申し込んでも日程合わないということで、ちょっとリジェクトされてましたけど、もしかしたらミーティングの申し込みをすればですね、特に日付はこう幅持たせればいいわけなんで、いろんなグループの方がバラバラにことをミーティング申し込みしたら、手紙を書くよりは、会えるんだったら一番いいじゃないですか。で、会ってお話をして、帰りに手紙を置いてくるっていうのはどうなのかなと思って、ぜひ皆さん、手紙もいいですけど、それと並行してこのミーティングの申し込みなんかもしてみたらいいんじゃないかなというのを、さっきこれ見て分かりました。ぜひそれも検討してみたいと思います。そうそう、一個言っとくと、体育館にこう紙貼ってるやつなんですけど、あれまさかその市役所の方であれを持ってですね、その器物破損だとか、そんなことで変なことをやらないようにしてあげてほしいですね。確かに紙貼ると器物破損だっていうのは、解釈上はあるけど、ちょっとそれはどうなのかと。あと、敷地内に立ち入って貼ってるわけだから、そうやってそういった勝手に立ち入ったことになったりするとか、それもちょっと、一応学校ですからね、あれ元ね。なので、ちょっとその辺も、ぜひ、大きな心を持って、対応してほしいと。ぜひ、体育館の壁に紙貼ったから、器物破損だとか、いうことで、変な警察とか呼んだり、しないでください。警察の方も忙しいので、仕事を増やさないでほしいというふうに思います。あとですね、今日全然新聞紹介してないですけど、今日の新聞にですね、これですね、これ今日ですか、今日の新聞パラッと載ってましたら、私全然興味なかったんで忘れてましたけど、明日と明後日、レガの、高橋優さんの秋田キャラバンフェス、秋田キャラバンミュージックフェスか、それが明日明後日あるんですね。二ツ井中央公園でしたっけ、名前。そうですね、そこであるというんで、準備進んでそうです、これ。明日明後日、見たら13時から始まって19時ぐらいという予定ですね、確か。で、11時から会場でという書いてますけど、さて、問題は天気です。
今、天気予報によりますと、この土日はですね、ちょっと秋田県はやばいというんで、今日もさっき予報見てましたら、あと豪雨予報とか、あと波浪出てたり、あと雷も結構出てますね、雷雨の話もあるというんで、ちょっと天気がやばいなと。さっきそれで僕ちょっとウェザーニュースの天気を見てたんですよ。ウェザーニュース。二ついいの。ウェザーニュースは結構一番、私の感覚では当たるなと思って見たんで、でウェザーニュース見たら、まだ皆さんもし手元にあれば見てほしいけど、ウェザーニュースので二つい町っていうとこ見てみたんですよね。二つい町。時間帯見ると土曜日ですね。土曜日はね、要はずっと今日の夕方ぐらいから雨なんですよ。二つい町は。で、ずーっと雨マークなんですよね。まあ、量も雨の量が1ミリとか2ミリの量も、まあ、雨の量として1ミリとか2ミリのこともあるんですけど、まあ、要はずっと雨なんです、マークは。ずっと雨です。で、ずっと明日は見たら、1時間予報を見ると、午前0時から23時まで、ずっと雨です。しかも明日は寒いです。明日最高気温は予報ですけど、15度か16度です。で、東京が35度ぐらいですよ、今日。で、能代も今日はね、24度ぐらいあるんですけど、明日は最高気温が一気に下がって15度、16度です。で、風も結構あります。7メーターぐらいあります。なので、明日は、まず、雨だと、基本的にね。ちょっと気温がものすごい下がります。16度。で、風も強いと言うんで、もしも見に行く方いらっしゃいましたらですね、結構危険です。注意しないと。これは。で、これで落雷とか来たらやばいなという感じなんで、まあ、運営上どうなるかということを考えても結構あまりいい天気じゃないということです。それで、まあ、カッパ着てみるんでしょうけどね、見るんだったら寒いなと思って見てますね。で、みんな近くまで車で行けないので、遠くに車を置いて、こうシャトルバスで行くような感じになってまして、能代もイオンタウンの能代とか、あと横の JA とかに車を置いて、シャトルバスで行くと。なんか駐車場と、シャトルバスで4500円って書いてたかな。なので本当に何て言うんだろう。見られる方、下手すると明日、7時に終わって、多分すぐ出れないと思うんですよね。雨の中。で、移動して、シャトルバスに乗って、能代市内に向かうと。で、濡れた格好でバス乗るでしょ。寒いと思いますよね。なので本当に行く方は着替え持っていくとかしないと、危険。場合によってはホカロンとかないと、やばいです。東京から来る方は特に能代のこの突然の冷えは舐めてはいけないという感じがします。まあ、で、日曜日は、どうかと見たら、日曜もね、雨なんですよ、ずっと。日曜の天気予報を見たら、やっぱりずっと午前0時からずっと雨です。23時まで雨です。雨マークでずっと。気温の方はちょっと高いのかな。これでもやっぱ結構、それでもそんな上がらないか。20度ぐらいがマックスですね。やっぱり寒いです。で、風はもっとあります。明日が7メーターですけど、日曜日は10メーターとか11なんで、結構セット組んであるんで、大丈夫かなという感じです。したがって、まあ、土日、楽しみにしている方もいらっしゃると思いますが、残念ながら天気悪いです。雨、それから低温、風、雷ということなんで、ちょっとまあ、皆さん参加される方はですね、その後風邪ひかないように、今インフルエンザ流行ってますから、注意してほしいなと思います。根拠ないことを言ってると言われるかもしれませんが、たまにはそういうのもいいなということで、ちょっと、まあ、ワイドショーのコメンテーター的なことを言いますと、これもなんか、二部な小学校の涙雨じゃないかとか、あとなんか、一部怨念が入ったんじゃないかとかいうことを、まあ、後から言えるような、そんな感じ。まあ、ある有名な経営者が言ってくれましたけど、口紅と理屈は後からつけるんだと言ってましたんで、今回もなんか後から理屈をつけると、そんな感じにならなきゃいいなと。市民に対して優しい政治をしておけば、もしかしたら入れたかもしれないということだと言われないようにですね、なればいいなと思います。まあ、少なくとも天気に関しましては、日曜日にご覧になる方は、土曜日よりはちょっといい感じの日になると。で、もし、イベントに参加されて、その翌日にちょっと観光でもして帰ろうかなという方にとってみれば、まあ、月曜の方が、ちょっと日曜日よりはいい日になると。いうんで、まあ、基本的にやっぱりさすがだなと。
明日がきっといい日になるということで、今回のイベントは進行するんでしょう。まあ、本当に例えば大会中止とか、本当に例えば落雷とかで、イベントの中止とかならないことだけはですね、ちょっとまあ外から、お祈りしておこうかなと思います。まあ、無事にイベントが開催されることを、そして皆さんが健康でちゃんと帰れることを願っております。というわけで、この後また3連休になります。皆さん、良い週末をお過ごしください。いつもありがとうございます。佐藤でした。